トンを usa コットンにしましまて、うんはい、イメージ的にもサフでアメリカンな感じであることと,とシルエットがワイドになったので、うん、肩が落ちる感じがちょっと今っぽさを出してたりとか着替えましたはい、ね、1枚着て出かける時もこのサイズ感の方が着やすいかなって、うんはい、けど素敵なお知らせがあるんですよねはい ML 選べるようにしてプレゼントしようと思います コーディラチューブをご覧の皆様、毎度ドティケです。よろしくお願いします。本日はコーディラを使った一押しのアイテムを徹底的に言及しながらわかりやすく皆様にお伝えするプロダクトレビュー編としまして。 実に3年以上ぶりプラスワン機能スローガンにさまざまな魅力的なアイテムを展開されておりますフォースアベターより池田さんに出演できましたあ,あ,ありますお久しぶりでございます、はい、フォースアベターの池田ですご無沙汰してますもう2020年でした前のそうですね、はい、もう前にだいぶ経ちまして紹介していただいてからプロダクトも増えまして今日はその増えたプロダクトを、はい、紹介していくんですけどちょっとねこの撮影の前にですね前の動画をちょっと確認してきたんですよ はい、まず僕がめちゃめちゃ初々しい <laughs> <laughs> 本日はですねみたいなそれを考えたら僕もまあちょっとはアップデートしてきたなという感じはありますけど、はいはい、す今日はですねホースさベターさんの T シャツと他のアイテムもどんどん紹介していきましょうよろしくお願いしますいは早速ですけどね、はいはい、どんどんものを出していきましょう、はい、まず一つ目のアイテムお願いします、はい、最新アイテムになりますこっちのでだ ど,ど,ーんどうですかちょっと降りましたけど前回からアップデートされたモノボケです。 はいじゃあね早速出きましょう出していきましょう。まあ前ね、はい、あの出した T シャツももちろんあれはベーシックで残ってるかと思うんですけど、はい、あちなみにですね今日ロング T バージョンですけど、はい、これのボディもコサベタさんです、はいはい。そうですねこれもあのずっと続けてる定番の一つです。ですねはい、ベーシックタイプのロングスリーブで,、ね、ですね。ベーシックもいいんですけどこちらの方がちょっと僕も紹介したかった,たで、ねはい、今日もこれ着てますけどす、ねはい、ワイドタイプが出ました。なるほど。 ここちらですですす、ねはい、まずこれがパッケージですね、はいはい、今までの、えー、とコットンを、うん、えと USA コットンにしましてイメージ的にもすごくタフでアメリカンな感じであることとあとシルエットがワイドになったのでうん、うん、僕のような中年でもこう着やすくなるような感じでありつつ <laughs> はい、はい、肩が落ちる感じがちょっと今っぽさを出してたりとかちょっと曲げてきてもいいかなという感じが ちょっと新しいタイプのワイドシルエットの特徴になります。なるほどこれがあのロングスリープと半袖と二つリリースしました、はい。なるほど。まずこれは半袖ですね。はい、はい。でさらっといきましたけど、ここポイントですね。 US コットンを使っているということで、まあ、こちらの T シャツ、まあ、前回も詳しく説明しましたけどコーディラナイロンとコットンのこん帽シで作られた T シャツがベースです。それがまあベーシックタイプとして豊サーベターさんかなり初期の頃から展開していただいているんですけど、そちらのコットンを US コットンに変えられたと、はいうことですね。 はい。まあコーディラもねアメリカですのでううそうなんですアメリカアメリカでそうなんですかアメリカジ世代としてはですねやっぱりこの US の国旗であったりとか US コットンだったりとかいい、ね、この響きがやはりあのすごく。 アメカジライクというかそのタフなイメージも増してですねなんかすごくいいなと思ったので変えてみました肌触りも少しちょっとざらっとした感じとかあとちょっと熱,熱く感じるところとかその部分がすごく魅力的なのかなと思います、ね、いいイメージのラフな感じになったというコーディアの T シャツ実はねその機能につきましてどんだけタフかっていうのは、はい、僕があの体を張って実証してるとかも。はい 自転車はいあれもありましてその機能はそのままにちょっとそれも見てくださいねはい、はい、というその機能はもうそのままに形がアップデートされたということでそうですねちょっとね後で僕も着ていくんですけどこのワイドシルエットもトもレンドドでですすよねね、はい、そうですね、はい、ワイドな感じでラフに着るのがまあすごく、うん まあ年齢問わず、うんうん、すごく人気なのであとはちょっとこう大きめのサイズもないんですかっていうリクエストとか、まあ、今までも大きいサイズも作ってたんですけどワイド的にこう大きく作るっていうのを初めてやってみたんですけ、ねうん、ど,どこのやっぱ僕こっち欲しかったなと思うしあ本当ですか去年ですね、はい、2023年からですね出、ねはい、てますので、はい、やっと出た次のシーンでは今までのベーシックとこれを着比べてやっていただきたいと思います、はい、お願いします。 まずはですね一番最初に出されたベーシックタイプでした、ね。はい、マジックスティックサンドのベッジをちっと上げてきてますけど、はいはい、これこれでいいですよねこれを見ていただきながら今回変わったルーズフィットに着替えていきたいと思いますはいそして着替えましたはい、はい、ワイトフィットいいですね新しいやつですちょっとこれが今僕が求めてるもんですわ、はい 1枚着て出かける時もこのサイズ感の方が着やすいかなっていうのもあって出したサイズ感ちょっと肩が少し下りて袖がすごくなってまあ曲げるのがね好きな方とかはこう曲げてもいいぐらいの形にもなってますしちょっと長めに着てもいいかなとあと身幅が広くなってますこれ同じ L サイズです着てる方もんかちょっと楽な感じで肌触りもいい感じですっちゃはい ちょっと白も着てみたいと思います。はい。次白です。はい。ちなみにこれはえっと M なんです。M でもまあルーズなんで。そうですね。白の M を。だ先 L でしたけど、黒の L でしたけど。多少ちょっと狭いですけど、でもこれでもルーズに着れますね。はい。ちなみに私179センチ、74キロぐらいです。こんな感じ。いいですね。いいですね。はい。この白も。 はい白でしたでロンティーもありますねちょっとロンティーロンティ次じゃお願いしますはい続いてロンティーです、はい、ロンティーですね、まあ、まあそのままロングスリーブにした形になるんですけれどもそのままルーズできた感じは維持しているかと思います黒の L で着てます、はい、ちなみにですね先ほど僕が冒頭で着てたロゴ T ロゴ T がはい フィットのレギュラーフィット L でベーシックですね着た感じも全然ちょっと違いますわそうですね1枚で着たい方はこの感じでインナーでも着たい方はベーシックも使われてるというそうですねだからレギュラーレギュラーでパクティーで売ってる分そうですねインナーの使い方っていうのはああいうのがいいですね1枚でさらっと着るのはそうですねいいですよねはい長袖なんで長袖と短パンで合わせてもらりとかそういうのがおしゃれかなと思いますはいはい まず黒の L です。はい続いて白の L です,白ですね。白の L ですね。はい、まあ黒よりもやはりちょっとこうゆったりした感じに印象的には見えると思いね。すね。秋々は一緒ですけどなんかちょっともっと楽な感じ、ね、楽な感じに見えるかなと思いますね。一枚で本当ベーシックな感じでいいっすよね。はい。で、白もね、御社の白は真っ白じゃないですよね。真っ白じゃないです。うんうん、あの微妙にちょっとクリームがかってるですね。うん、あ、ちょっと優しい あの感じをパキッとするよりかもちょっと優しい感じを、ねはいはいはい、アイボリーな感じちょっと、はい、独特に出してますいやこれいいっすよ、はい、今の時期はこれ、はい、ロンティはめっちゃ役立ちますねそうですね僕結構ダウン切るんで、はい、厚なるから、まあ、下のロンティぐらいがい,、ね、うんいいですねはいはいぜ、はい、ひロンティでしたー はいそしてですね今日はせっかくの機会ですので、はい、フォース・アベターさん T シャツだけではないです靴ひももあったりしましたし靴も出しました、ね、ましたけど、はい、今日はですねこちらですねはいキャップそうなんですキャップを作りました以前がちょっとキャップは作りたかったんですけどまシューレースもそうなんですが皆さんが今までなじみのあるものを、まあ、機能的に、うん まあでもすごくシンプルで何かちょっとこう活躍しそうなものっていうのをいつも考えていて、うんうん、その中で生まれたのがこのキャップになります。なるほどなるほど。でこのキャップはですねもちろんそのコーデュラ100%の素材を使わせていただいて、はいはい、で一番の特徴はこのつばです、うん。しっかり張ってますけど、はい、折り曲がるんですね。折り曲がるんです。実はこれが形状記憶のつばになってましてこうまあ言ったらこう 折りたためる。るそれから紐で最後止めるんですけど、はい、折りたたんでちっちゃくして、まああのカバンとかにこう入れて、で現地に行ったら広げていただくと、ツバは,は,、はい、はまた戻っていると。どんな形でもいいですよ。これあか。そうですね。うん、うそういう感じですね。はい、はい。なるほどなるほど。はい。いいっすね。このコンパクトになる。なんですね。はい。これはですね、僕も出張が多いんで。はいはい 出張行った時にやっぱりちょっとこうコンビニまで行くのに帽子欲しいなみたいな時とかあるじゃん。ありますね。でも天パなんでね、本当にじちいちこうやりたくないんでサッと被りたいんですよ。そうです。だからそういう時にサッと被る時にでもスパは折れたくないんですなんとなく。それをずっと昔から思っていて開発したのがこのキャップになります。かなり特殊な素材です。レザーとかなんですかね。はい。でここに横にあのこれはヒートカットって言ってこ 熱で処理して穴を開けてるんですけどこれがベンチレーションになっていて通気の位置なりながらもデザインっぽくシンプルになっていると形も浅すぎず深すぎずぐらいで後ろがドローコードで止められるので誰でもいいサイズに使うんですカッカブルの縛るのにもいいですしこれが絞イズにもいいということでめちゃくちゃ軽いですわいいですねゴルフ 需要すすごく伸びてまね今のとこコゴルの方々がちょっとこうかぶりたいとかしまっておきたい日よけとかあと雨もねこれ滑水利いてるコーディランのタイプライターのナイロン100の生地ですのでもちろん強度も抜群ですけど発生もありますのでちょっと雨降ってきて傘さすまでもなくしてこうですねかぶってっていう感じでいいじゃないですかこれこれもうれしいですね j e さん発売中でございますので,で、ぜひチェックしてください,い,い、はい、あとね、ちょっと僕早くやってほしいんですけど、はい、こちら実は開発中のこちらですスウェットですいいなぁ、ほんまこれは以前からちょっとね、相談しながら作ってるんですけれども、うん、まあこれはちょっとこう裏起毛の、うん、あのちょっと昔のクラシックな感じのスウェットスポーツシャツみたいなのをイメージして 作ってますはいはいリリースは今年のどのタイミングかなで今ちょっとサンプルをやってる最中なんですけれどもまたアップデートして皆さんにお知らせできたらと思いますまあ季節がありますのでね真夏に出すよりもまあそうですね、はい、寒いのが見えた頃には出し,た、うん、出してほしいですねっていうか、ね、絶妙な、まあ、こだわれててまだまだ完成形じゃないと思うんですけど、はい、絶妙なボックスのシートで,です、ね、こちらにサイドにサイドパネルの リブがあっていやこではっているあのスウェットと思わせながらも高機能性がという機能はそのままにうチャンピオンのあゆちゃたを彷彿させるけどオリジナルそういうアメリカ字ライクのね昔の感じのスウェットを作っていいじゃないですか早くぜひスウェットですまた報告したいと思いますお願いします感じでどどんん

はい是非ぜひかぶってください T シャツも俺めっちゃいいくてこれからの春から夏使いそうですけど素敵なお知らせがあるんですよねはいあのホワイト T シャツを皆さんに ML 選べるようにしてプレゼントしす各枚ずつ出します白2枚黒2枚のお好きな M と LML サイズ合わせて出しますなるほど応募くださいあります 詳細につきましてはコーディラインスタグラムの方で告知していきますのでチェックしてくださいはいそしてですねもちろんこちら買えますので主にオンラインですかねオンラインですねフォーサーベター .com そうですねあとはインスタグラムからでも見れるようになってます是非是非そちらもチェックしてくださいはいありがとうございましたそれでは皆様また別の動画でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございます